どうも皆さんこんにちは、簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルを使いまして、いろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん、音楽を始めましょう。今回の曲はいいですよ、おしゃれでダンディーなジャズの曲、定番ソングいきたいと思います。はい、こちらドン All of Me。 こちらの曲、もうフランク・シナトラとかもう名だたるジャズボーカリストさんがもうカバーされていて、もうジャズのねライブといったらもうこの曲がもう定番だよという曲なんですけれども、はい、なんと1931年に作られているらしいです。すごいヴィンテージソングですけど、今も輝いておしゃれで、もうなんかねもういいんですよこの曲、本当にねちょっと弾きたくなると思いますよ。もちろん英語ですけどね、英語の曲としては比較的簡単な方だと思います。コードもですね8個でできるということなんでね、ぜひこれ初心者の方ジャズに挑戦してみませんかということでございます。やっていきましょう。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているようにしている超シンプル簡単バージョンをゆっくりやりますよ。はい、後半はちょっとあのジャズの独特のリズム、いう感じでね、スイングしてる感じでやってみようと思います。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽を始めましょう。音楽って聞くのもいいですけど、やる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで音楽やりたいなと思ってたんだけどチャンスがなかったんですという方とか、楽器に挑戦したことあるんですけど難しくてやめちゃいましたみたいな方が、あっという間にこのちっちゃいウクレレ弾いて歌う弾き語りができるよというレッスン動画をもうねもりもり公開中でございます。はい、このね、すぐに音楽ができるガズレのプログラムがあるんですよ。このプログラムを見てるだけでどんどん音楽ができるようになります。もうちょっとしたらこのプログラムのリンク、ここにリンク貼り付けようと思うんですけど、そこのプログラムにこの後ジャンプしてもらって、上から順番に YouTube 動画を見ていただくだけで本当にあっという間にどんな方でもできるようになりますからね。はい、じゃあこのプログラムのリンクここに貼りますよ。いってらっしゃい、ここからです、クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、このちっちゃいウクレレ1本でめちゃ簡単に弾けるようにしているレッスン動画と課題曲、すでに1800曲をもう優に超えております。皆さんの好きな曲も必ずあると思います。曲名スペースガズレレというように YouTube の検索に入れていただくと皆さんの好きな曲出てくると思いますよ。さあそれでは皆さん、そろそろやっていきましょう。ジャズの名曲 All of Me ガズレレ流シンプル簡単バージョンの方からやってみます。 1,2,3,4
ガズレレレシンプル簡単バージョンやってみました。なんておしゃれなんでしょう。ダンディーでもうなんかいい感じ、気持ちよくなっちゃう。ジャズのいいのってこう一応基本の形はあるんですけど、こうアドリブというかその時のフィーリングでね、こう音楽表現するっていうのもありますんで、今の聞いていただいて分かったと思うんですけど、1番と2番があって、また1番と2番を繰り返すというような構成になっております。なんで1回目と2回目ちょっとね歌の雰囲気変えたりするのもいいと思うんですけど、この感じはですねいいですよ。でもただしやっぱ歌はですね相当こうフィーリングを聞き込んで、もうなんか気持ちよくやるのが、気持ちを乗っけてやるのが大事だと思います。こう重箱の隅をつつくような音楽ではなくて、こう本当にこう気持ちをね乗せて、体もこう揺らして歌いたい曲だなというふうに思いました。はい、どんどんやっていきましょう。まずは今のシンプル簡単バージョンの動画に合わせて練習スタートです。コードと歌詞出てますからゆっくり合わせてもらって、1個目のゴール設定としては簡単版のガズさんと一緒に、セッション一緒にできるようになったらもうゴール達成だと思います。もしできるようになった方おめでとうございます。そんな方どんどん次のステップに行きましょう。次のステップは何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から歌詞とコードを全部覚えるっていうのはまあ難しいでしょうから、ひとまずはですね楽譜的なものを見て何回も何回も練習して自分の中に落とし込んでいって、いずれはですねこう何にも見ずにこう空を見ながらこう All of me こう気持ちよく歌いたいな、覚えちゃってね、それが目標になると思うんですけど、ひとまずは楽譜練習していきましょう。でも楽譜ってどこにあるのと声が聞こえてきそうですけど、安心してください。今のガズの演奏はですね、はい、このノートにこう書いた、楽譜をですね今読みながらですね今実は演奏していたんですよ。はい、こんな感じで英語の曲ですけど、こういう風に書いてあります。これをですね、もうちょっとしたら皆さんにこんな風に大きく写して、みんなもこんな風に書いてみたらいいよってシェアしようと思うんですけど、今大変便利なサービス始まってます。ドーンガズクラブでございます。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたオールオブミーを含む、ガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大な、ノート楽譜のもうストックデータの中から毎月5曲、皆さんがやってみたいな、面白いな、この曲憧れてたんだよなという曲を選びいただいて、即座にデジタルデータとしてお手元にダウンロードしていただき、これね、もちろん全部この楽譜 YouTube に紐づいてますからね、すぐに練習がスタートできるよという画期的なサービスなんです。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード以外にも毎月2回、全世界中の方が参加してくださってくれるものすごい盛り上がるオンライン大セッションイベント、毎月2回ですよ、オンラインクラブメンバー限定で開催していたりですね、皆さんの演奏動画アップロードできる場所があったりとか、なんかそのガズクラブだけのいろいろイベントが限定イベントがあったりとか、とにかくここは一個の村みたいな感じで音楽をいろんな形で楽しもう、いろんな老若男女集まって音楽をガズレレで楽しもうみたいな、そういうことになってます。これ楽譜のダウンロード以外にも一個のね村作りとして動いてますね。はい、これ概要欄にね詳細貼っておくんでチェックしてください。それとはちょっと別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。このガズレレ大学はもう読んで字のごとく大学ですので、ちょっと難しいリズムのお勉強とか、このフレーズここがちょっと難しいとか、8ビートのこの16ビートのこの指使いだとか、ここのフレーズのこの指とかコードとか、そういうことをね、毎週2回のライブ配信でチャットでやり取りしながらリアルタイムで、講義を行っていくという YouTube メンバーシッププログラムという、YouTube のサービスを使っているコミュニティがあります。これもね、なかなかこれはね、面白いですよ。こっちの方もね、概要欄に入って、貼っておきます。あとはね、他にもいろいろやってるんですけど、毎朝7時半からラジオ放送をやってます。スタンド FM というね、アプリの中で、ガズラジというラジオ放送をやってます。これめちゃくちゃいい話してますから、ぜひ皆さんこれ、無料でね、いつでもどこでも聞けて、アーカイブも残ってますんで、ぜひガズラジもですね、チェックお願いします。こっちも概要欄に貼っておきます。それでは、楽譜を見ていきましょう。All of me! ジャズの名曲でございます。フランク・シナトラさんが有名ですけども、他にもあらゆる方がもうカバーされてます。はい。イントロもね、これね、いろんなバージョンがあるんですよ。つまり、
そのシンガーさんによってちょっとアレンジも変わってくるんですけど、今回すごいシンプルな感じでやってみようと思います。まずイントロ、これイントロやったんですけど、さっきのあのラッパのフレーズみたいなのもね、口で再現、ラッパ、トランペットみたいな再現するのも面白いかなと思ってやってみました。はい、じゃあこうやってカメラに今でっかく映しとくんで、一時停止して描いていただきたいなと思うんですけど、さっき紹介させてもらったガズクラブに入って、このデータ、楽譜のねデータをねダウンロードしてもらうのもすごく有効だと思います。ガズのノートの特徴はこの上の点、 I love me、 分、これは V の字で休符が表現されています。 Why not it that、 このように点でね、このリズムが分かるようになっていたり、これ伸ばすよとか、こんな情報が詰まっておりますね。まあこれ、ガズクラブでこの楽譜ダウンロードもぜひご検討くださいと。時間ある方はどんどん書いていってください。まずこれ1番です。OK? で、2番ね、ちょっと微妙にコード進行違うんですよ。はい、じゃあこれ一時停止して書いてください。で、構成はシンプルですよ。で、ここにちょっと感想を挟んで、で、この後、ここ見て。1番2番やって終わりです。同じことを繰り返します。またここから1番これやって、2番やって、最後このエンディングやって、最後 C で終わった。こういうような構成になっております。シンプルですけど奥が深い、おしゃれでダンディーで、もうスイングしてなんかいいムードがもう満載なジャズの名曲 All of Me ガズレレアレンジです。出てくるコードをご紹介です。ね、ジャズですからちょっとおしゃれなコード出てくる。8個出てくるんですけど、これ入門コードなんで安心してください。言っていきます。 C と Am と A7 と FD マイナー、D7、G7、E7 の入門コード8個でございます。これは嬉しいやつ。今映ってるこの8個のコードはガズレレではめちゃくちゃ入門コードの仲間ですよ。これです。ドン。ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードってのは一体何かというと、このちっちゃいウクレレで音楽始めたいなと思ってる初心者の方に一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のグループでございます。10個もあるのと思うかもしれないんですけど、入門コードですから1個ずつ見たらそれぞれめちゃくちゃ簡単なんだけど、10個いっぺんにポッと覚えようと思ってもう何が何だか分かんなくなるんで、私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃうすごいいい動画を撮ってます。ここにその動画のリンク貼っとくんですけど、この動画見たらね、楽しく豊かに面白くコードが覚えられちゃいますよ。はい、必見です。10個出てくるこの中のうちの今日8個がオールオブミーでガズレレアレンジでは登場しますので、ぜひともこれを機にマスターしてコード覚えていきましょう。はい。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていく。その前に、いつも言ってることですけど、歌の確認ですね。これはですね、皆さん迷いますよ。誰の歌をお手本にするかによって、だいぶ変わりますからね。はい。で、今回ガズがやってるのはもう、なるべくスタンダードっぽく歌ってるんですけど、2番の方をちょっと崩しながら歌っていったんですけど、一応ね、フランク・シナトラさんのちょっと参考にさせてもらいました。でね、調べていただくと分かると思うんですけど、いろんな方がカバーされてて、もう歌い回しとか、フレーズとかもね、もうほとんど違うんですよね。なんですけど、まあ一応フランク・シナトラさんの方が有名かなということで、ちょっとアレンジで、活用させてもらったんですけど、まあアドリブを聞かせてこう溜めたり、ちょっと早く言ったりとか、この辺もジャズならではの面白いところだと思いますんで、ぜひ皆さんならではのオールオブミーの歌の感じ、こう構築して作り上げていくのも楽しいと思います。まず聞いてパクって、英語の曲はまずパクるにモノマネする、これが早道だと思います。歌詞のね和訳も読んでもらうとね、さらに感情が入っていいと思いますよ。はい、そんなわけでじゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンはですね、皆さんなんとコード進行とかもう全く一緒、ただ唯一弾き方でちょっと差をつけてみます。今回かっこいいバージョンではいろんなリズムどうしようかなと思ったんですけど、今回は基本に忠実にこのリズムのミックスでいきたいと思います。はい、こちら8ビートとルンルンビートのミックスでいってみようと思います。はい、今映ってるこの2つの弾き方なんですけど、これね以前解説してるめちゃくちゃ詳しい動画あります。ここにリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレのホームページの1枚なんですけど、それぞれ8ビートとルンルンビートの濃厚解説レッスン動画があるんで、それをちょっと見てね研究していただきたいんですけど、今ちょっとこれやってみます。 C を押さえてこのルンルンビートと8ビートが混ざったリズムやってみます。ワップリポー、こんな感じ、強弱が入っています。ズンダーズンズタン、ズンダーズンズタン。はい。で、シャッフルのリズムで、リズムが跳ねてるんです。はい。跳ねてるリズムをシャッフルのリズムって言うんですけど、ここでガズが言ってるルンルンビートっていうのがですね、一応ここでもう一回、紹介しようと思うんですけど、ガズレレの言うルンルンビートちょっとやってみますよ。C を押さえて、せーの。トントタントトントタントトントタントトントタン。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、これをルンルンビートというふうに命名しているわけでございますけど、ただのルンルンビートじゃなくて、このノリを残したまま8ビートで弾いてるわけです。そうすると、ドゥンダドゥンダムドゥンダドゥン。これ8ビートで
8ビート一緒。じゃんじゃじゃんじゃじゃ。晴れててアクセントが後ろに来てる8ビートということです。カタカナで書くとこんな感じ。アクセントが大きいとか G 大きく書いてあるからね。トンタトンタントンタトン。体揺らしてこうなだらかに。これがジャズっぽいムードを出すんですよ。これを再現すると、チッ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 、これドラムの感じ。気持ちがいいですよ、これ乗れるようになると。ただしこのしなやかさを出すにはちょっとねトレーニングが必要だと思うんですけど、体を揺らしてドンダドスダドドンダドスダドドンダドス、このグルーブ、ジャジーなスイングして跳ねてる、これがかっこいい。このスイングジャズのムードをこのリズムで醸し出していきましょう。はい、これで説明終わりでございます。で、イントロのところは、こう、コード。これ、イントロのコード。イントロの感想なんですけど、これは、ドゥンダーガドゥンダーガドゥンダーガドゥンダ。こんな感じですね。だから、ルンルンビートに近いですね。ジャンダーガドゥンダーガドゥンダーガドゥン。ハロー。こんな感じです。で、さっきも言ったように、ここのイントロのところは、トランペットの、響きを口で再現する。ブーッ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 。あれがかっこいいんです。もうなりきってですね、もうニューヨークのこうジャズバーにいるようなダンディーなイメージでやっぱやるのがキーポイントだと思います。はい、でやっぱりさっきも言ったんですけど、歌詞の和訳とか読んでやっぱこう心を込めて、感情を込めて、こうちょっとリラックスして、体をこうリズムをこう体で生み出す、スイングする感じ、ちょっとこうルンルン気分でルンルンビートっていうぐらいですかね、やるのがキーポイントになると思います。ちょっとこれはね、アクセクをガチャガチャしたらちょっと元も子もないんでね、余裕を持って落ち着いた感じでできるようになるのがいいと思うんでね、相当ちょっと練習して、よいしょ、じゃあやるかね。こんな感じで、なんとかこうゆるーくできるような感じになるのが素晴らしいかなというふうに思います。じゃあやっていきましょう。 All of me jazz の名曲、ガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる。 1,2,3 All of me Why not take all of meました。気持ちがいいですね。これはもうね、もうガズさんもこの曲ちょっとね、ハマっちゃいそう。なんか、お箱にします。練習、ずっとしていきたいと思います。練習っていうかな、こう気持ちよく歌うっていうのもね、結果練習になってるというふうに思うんですけど、はい。体をこう揺らして気持ちよくリズムに乗っていく。
最高の曲だというふうに思います。さあ皆さんお知らせです。今使っていたこのガズのわがままウクレレを含む、Gラボとガズレレのウクレレたち、ただいま、販売と予約が、スタートしております。今映っている初めてウクレレ、わがままウクレレ、薄レレ、こちらの種類はですね、即発送になっておりますよ。はい。そして今日使っていたこの、ガズモデルとかヴィンテージシリーズとかセミオーダーモデルはですね、予約注文になっておりますけど、こちらもね、もう比較的もう相当早いタイミングで皆様の手にお届けできると思います。こっちは予約なんですけど、はい、この辺に関すること、ここにちょっとね、リンク貼っときます。ウクレレのことは、ここでね、すべて分かるようになってます。いろんなラインアップがあるんで、ひとまずここでいろんなものを見て、見てください。このガズレシピ、皆さんのスマホに入ってますか？これね、どんどん進化してるんですけど、これアプリなんですよ、ガズレレの。楽譜が見られるアプリなんですけど、この中でね、楽譜がね、いろんな楽譜が見られることになってるんですけど、一曲からでも、ワンブロックごとの、まあ、本みたいにセットで買うとすごい割安になったりします。で、今回この度ね、また40曲の新たなブロック、ボリューム7が追加になっております。ちょっとアプリもぜひ見てみてください。これめちゃくちゃわかりやすい、アプリになってまして、楽譜がですね、簡単版とかっこいいバージョンの2バージョン記載されていたり、メトロノーム機能だとか自動スクロール機能がついていたりとか、もう本当に新世代ですから、皆さんのスマホタブレットでめちゃくちゃ見やすい仕様になっております。そしてこの、アプリで使用している楽譜がなんと本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、さ、この後紹介するリットミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけど、このガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これはですね、もう大絶賛 Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。そしてガズレレではですね、日本の最大の楽譜出版会社リットミュージック社さんより、こういうね、楽譜、簡単楽譜の、出版をしております。今4冊出てるんですけど、これがものすごいベストセラーになってまして、ありがとうございます。この4冊で累計16万部を超える、すごくヒット商品になってるんですけど、やっぱり、ね、簡単でとにかく分かりやすいっていうのが特徴です。この本はですね、もう大型書店さんとか楽器店さん、もちろんインターネット書店さん、 Amazon とか楽天ブックスさんとかも、もう置いてあります。これは本当におすすめですね。初心者さんはまずはこれを、ゲットして練習していただくのがいいと思います。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイドだったり、これについてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴もう50年以上の大ベテランが作って手作りものだとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、まあまあこのガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね、毎月後半にね、予約注文とか受け付けて、またそれもね、YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではね、鍵盤楽器、ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもね、ガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さん、さよなら。